さんこんにちは、ヨーヨー世界チャンピオンのシュータカダです。いつもご視聴ありがとうございます。本日はですね、僕のとっておきのヨーヨーが上手くなる方法を皆さんに紹介したいと思います。ヨーヨーがね、上手になったりとか技がたくさんできるようになった方が絶対ヨーヨー楽しいと思うので、そのためにはどうするか、そう、僕のオンラインスクールをぜひやってください。はい、がっつり宣伝です。最近なんですけど、ヨアスクールというなんかこのヨガの先生だったりとか映像クリエイターの方だったりとか、まあいろんな方が集まってるこのオンラインクラスのプラットフォームみたいなのがあるんですよ。で、そこで僕のヨーヨークラスですね、Be a ヨーヨーフリースタイラーということで、ヨーヨーで自由で遊ぼうというテーマのもとにこう作った僕のオンラインクラスを販売開始しまして、ぜひね、この僕の YouTube チャンネルを見てる皆さんに僕のこのオンラインクラスを紹介したくて、こうやって動画を撮っている次第でございます。まずは PV があるので、ぜひ皆さんご覧ください。僕にとってヨーヨーとは自己表現できるものです。こんにちは、ヨーヨー世界チャンピオンのシュータカダです。ヨーヨーって結構おもちゃっていうイメージ皆さん持たれると思うんですけど、本当にかっこいいスポーツカルチャーなんです。このオンラインクラスの中には他のプラットフォームにはないような音楽に合わせたヨーヨーのトリックルーティンをベースとしたクラス構成になっています。これさえ見ておけば問題なしっていうぐらい基礎から詳しくレクチャーしているので、ぜひたくさんヨーヨー練習してもらえたら嬉しいです。楽しんでヨーヨーやっていきましょう。僕のヨアスクールへようこそ。はい、てな感じで、めちゃくちゃかっこいい、そして分かりやすいオンラインクラスになっています。このオンラインクラスね、ヨーヨーに興味のある方、今ヨーヨーやってる方とか大会に出てる方とか、もう本当どなたでもぜひ購入していただければなと思うんですけど、まあだいたいもう本当にこれからヨーヨー始めるよっていう方から、まあ、中級者ぐらいですかね、なんかちょっと壁にぶつかっちゃってるなんていう方にぜひ手に取ってもらいたい内容になっています。今 PV で見てもらった通り、なんかこうアニメーションだったりとか、いろんなねカメラのアングルみたいのを使ってヨーヨーの技のやり方をすごい詳しく説明させてもらってます。プラスここにこうね、技同士をいろんなのをつなげて一個の曲に合わせたルーティーンを皆さんやってもらうことで、いろんな技のね基礎だったりとか技のつなげ方を覚えてもらいましょうというコンセプトで作っております。僕の監修したルーティーンが3つ、さらにその各ルーティーンの中に入ってる技がですね、だいたいまあ10個から20個ぐらい入ってます。で、その技のやり方の解説がですね、セットになった、コースになっています。まず1つ目がですね、ビギナールーティーンになってます。もう本当にこれからヨーヨーを始めるよっていう方とか、ヨーヨーの基礎の部分を覚えたいっていう方にぜひこのルーティンやってもらって、一個ずつの技をですね練習してもらうと、もうね、一番ヨーヨーの基礎の部分ができるようになってて、さらにルーティンを覚えるともうそのまんま人前でパフォーマンスができるみたいな感じになってるので、まずヨーヨー始めるんだったらこのビギナールーティンぜひ覚えてください。で、二つ目がバインドヨーヨーを使ったバインドルーティンになってます。なんかね、ちょっとヨーヨーやったことあるよなんていう方とかがぜひこれをですね手に取ってもらえたら嬉しいなと思います。そして最後はですね、ルーピングルーティンになってます。これはですね、僕の一番得意な 2A ですね、ルーピング両手でビュンビュン振り回す部門に特化した、それの一番基礎の部分を詰め込んだ構成になってます。結構 YouTube 上にもなんかいろんなヨーヨーのチュートリアルとかあるじゃないですか。もちろんね、そういったのもすごいめちゃくちゃわかりやすく作っているんですけど、そういったものと僕のやつ何が違うかっていうと、ヨーヨーって僕その教える時に結構いつもイメージトレーニングが大事ですっていうのを結構皆さんにお伝えするんですよ。ヨーヨーがどこにあるかとか、自分の指がどういう風に動いてるかっていう、なんか空間把握能力みたいのがすごい大事になってくるので、そういったものを皆さんに分かりやすく伝えるためにアニメーションを使ったりとか、いろんな方向のカメラアングルを使ったりとかして、こうなんかすごい立体的にイメージしてもらって、映像なんですけどイメージしやすいチュートリアルになってます。価格なんですけど、ワンセットルーティーンと技の解説がもう本当大事な部分と基礎が全部ギュッと詰まって1個3000円で販売しております。我ながらまあまあ安い感じで作ってしまったなと思います。さらに3つのルーティンをセットで買うと8100円と
構ね、3つをバラで買うよりも安くなりますし、なんかよくよく考えるとメタルのヨーヨー1個買うよりもめちゃくちゃ安いので、まあなんかそれで基礎を覚えてヨーヨーそんなに買わなくても1個のようで遊べるんだと思ったら、かなりお手頃なクラスになってるんじゃないかなと思います。さらにヨーヨーのセット販売もしていまして、3つのルーティンプラスヨーヨーで、なんとヨーヨーがね、普通のこのヨーヨー専門店で買うよりも安く購入できる、もうキットセットというですね、ものもあります。こちらは15,000円で、中にワンスターっていう初心者のヨーヨーと、僕のオリジナルモデルのシュガー、これはバインドルーティンで使うやつですね。で、もう一個はループ720。これはルーピングルーティンで使うものですね。この3つがセットになった15,000円のセットもあるので、ぜひ皆さんヨーヨー欲しいなと思ったら、このセットを買ってもらうと、ヨーヨープラス技のやり方が一緒にガチャンとついてくるみたいな感じになってます。購入リンクなんですけど、僕の概要欄のところに貼っているので、ぜひそちらチェックしてもらえたら嬉しいですし、あとインスタグラムとかツイッターで、かなり告知しているので、ぜひ僕の SNS もご覧ください。もしこのオンラインクラスのことでわからないこととか質問みたいのがあったら、コメント欄にコメントしてもらえたら僕答えたいと思うので、皆さんお待ちしてます。これからヨーヨー上手くなりたいとか、大会に出たいとか、なんかもう楽しみたいみたいな、もうラフに楽しみたいけどしっかり技を覚えなきゃみたいな人は、ぜひ一度ヨアスクールの僕のオンラインクラスへ足を運んでみてください。めちゃくちゃがっつり宣伝でしたが、最後まで動画見てくれてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。